はい。よろしくお願いしますえ。今回は高校受験対策の新しいシリーズ、箱ひげ図第1弾やっていきましょう。で、問題が3問ありますので、1回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったりとか、そもそも箱ひげ図がまだ新しいので、いや、もうよく分かんないわーっていう方はね、今から全部解き方ね、ポイント押さえつつ説明していきますんで、聞いてみてください。いいかな では早速ね1番から始めていきましょうじゃ画面下げますお待ちくださいよっあーぶないこの辺かなよし行こうか箱ひげずね今こうまあ、見てる投稿してる時に今高校生の方とかだと箱ひげずにやんのみたいなね方もいらっしゃるかもしれませんまあ、最近追加された部分で今中2でね箱ひげず習うんですが ま、受験の問題でも出てきましたので、まあ、今、今年のね、問題全部かあの、都道府県確認してないんで、いくつあるかわからないんですけど、まあ、授業でこうね、取れそうなものは、ちょっと取っていきたいなと思います。ぜひね、対策に使ってください。で、全部は書けないので、ちょっと編集で所々出します。ものによってはね。で、今やってることは、A、B、C 組、ね、の生徒について、6月の1ヶ月間の図書館、ごめん図書館から借りた本の冊数を調査したと。 で、それがね、グラフになってたんだよね、グラフに。で、グラフ書けません。はい。書かなかった。で、グラフ書かなかったんですが、その今出てるかなその情報を並べました。で、これが必要です。箱ひげ図やるときには。まず、0人が、えっ、ー、と、これ、0冊が1人。えっ、ー、と、1冊が2人。えー、っと、2冊が1人か。みたいな感じで、小さい方からこう並べていく。20人ね、こう書いてありますと。 で、その時、まず1番は本の冊数の平均値を求めなさいって言うのがあります。で、平均値はまあ箱引き図はあんま関係ないんですが、やっていきましょう。ちょっとこの辺からいこうかな。ポイント書きたいんでね。1番。で、これはもう一番オーソドックスな、全部足して人数で割ります。はい、頑張りましょう。ちょっとこれ、高額で余計にまためんなさいんだけど。1、2、3、4、10、 えー、10で、38、38、50、63、63、72、80、96かなはいということで、全部九96になったなりました、全部足すとね。で、それを、今20人いるから、20で割ります。書いとこう。あの、他の番書でちょっと使うかもしれないからね。 かかなかったけど全部足します、はい、で割る20をしてこれを計算するとえっ、ー、と4.8か4.8つまりこれが平均今まで平均ねみんないろいろ出してきたと思うんだけども全部足して、えー、その人数ボスボスからね、えー、と割るっていうのはこれで OK で2番からだねえっ、ー、と続いてこれ、ね、書いたこのこれに対応する箱ひげ図を え、図2の中から選びなさいとありました。今ちょっと出しますね。ああいう絵がありますと。で、箱ひげ図に関しては、もうここです。第1四分位数、第2四分位数、第3四分位数っていう3つの四分位数、こいつがちゃんと分かってるかです。これがポイント。いいかいその他にも最小値と最大値はあるんだけども、まあそれは楽なんでね。で、まず、第1、第2、第3を考えるときは、第2からいきます。第2から。でどうやるかっていうと、第2は、 この20個もね、並んでる中の真ん中です。ど真ん中。で、今20個さ、偶数個だからど真ん中決まんないんだけどやっていくよ。はい、1、2、3、4、5, 5、6、7、8、9、10だよね。10。十ってなっちゃったから、ここの間のここです。これが、第2です。いい第2。 で、今、5と5の間だから当然真ん中も5だよね。5。つまり、第2四分位数は5となります。で、みんなこのさ、端っこから数えててど真ん中って実は初めてじゃないんだよね。どっかで見てる。わかるかいこれ、中央値ってやつだよね。これは中1かなで、勉強してる中央値ってやつ。つまり、中央値と第2四分位数は同じです。 同じ。これも覚えておいて。多分後の問題でも関わってくるから。まず覚えてね。第二四分因数はど真ん中でございますと。例えばもしさ、ここがね、今全然変わっちゃうけど、4と7だったら、4と7だったら間どうやって求めるかっていうと、その4と7を足して2で割るの。その間だからね。だからこれは11割2になるから5.5か。みたいな感じでやってください。今5と5だからね。間も5ってすぐわかるけど。 さあ、第2が終わったら、次第1行きましょう。で、第1のやり方はですね、今、ここに、第2があったよね。ここでね、切るんです。グザって。切った、左側。今、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個ありますね。こいつの、ど真ん中を探すんです。いくよ。ど真ん中。1、2、3、4、5。 またね、まあ、偶数個だからど真ん中決まんないんだけど、ここですよね。今。左側残った10個のど真ん中。これが、第一四分位数です。また今ね、3と3なので、毎度もすぐ3ってわかるからさ。つまり第一四分位数は3ってわかるの。じゃあもう大体予想つくと思う。じゃあ第3はどこかっていうと、右です。残った右の10個から、1、2、3、4、5をだから、 ここだよね。はい。これが、第三四分位数と言います。では、6と7の間、まあ、6と7だからすぐ6.5っていける方も多いかと思うんですが、もしちゃんとやろうと思ったら6、6たす7をして2で割ります。13割る2。つまり6.5ね。これが第三四分位数。いいかいこれでも四分位数楽勝だから、真ん中求めて、左側と右に分けて、それぞれのまた真ん中を求めればいいだけです。 で、さっき最小値と最大値が大事っても言ったんですが、最小値はさ、一番ちっちゃい数だからこいつでしょはい、これ最小値。ね。で、一番大きい数、こいつが最大値です。この最小、最大、第一、第二、第三。これが分かれば、えー、箱ひげ図は書けます。どう書くかっていうと、まず箱からいきますね、箱。今ちょっと出てるか分かんないけど、箱に関してこうね、あ、ここに行こうか。箱あるじゃんか。で、ここ いい第一と第とが箱の端っこになりますつまり今ちょっと形がねずれちゃうと思うんだけどいいか3から始めるからちょっといくねあー曲がってもうたでこう箱があった時にここが3です箱の端っこだからでここが6.5ってこうやって箱作るの。 じゃあ中央値何かっていうと、箱に必ず真ん中に線、真ん中の中1本線が入ります。それが中央値。第二四分位数です。で、5だからちょっと右寄りか、今。こんな感じかな。こうです。これが箱の作り方。じゃあ、最小と最大は何かっていうと、箱ひげずって棒出てんだよね。その棒の端っこです。つまり、こういう。で、ここが今最小なんで0です。で、こっちは、 まあこんなな感じかなで9が最大だから9これが箱ひげ図ですでそれを当てはまるものを選ぶと3スタートでえっ、ー、と中央値5で6.5までだからいかつまり <laughs> ごめん喉の調子が悪くて申し訳ねえ2番の答えは「い」になりますよといいかなこんな感じで箱ひげ図はねやってください。 で、最後、えー、右の図さん、こいつです。B 組と、えー、B、ご B 組と C 組か。の、えー、情報が書いてあるんですが、箱ひげ図でね。そこを読み取れるもので、正しいと言えるものは、あ、正しくないと思ったのがいい。で、これね、絶対このパターンがあって、えー、これらの箱ひげ図からは、わからないっていう選択肢が出てきます。で、多分、これまだね、全部のチェックしてないけど、この出し方が王道です。箱ひげ図に関してはね。だから、ここもちゃんと攻略する。 白か黒かじゃないのよ。グレーもあるから、ちゃんと。で、4つあるんだよね。4つ答え書いていきましょう。1、2、3、4ね。入ってるかなオッケー。じゃあ、まず A、1から行こうか。B 組も C 組。あ、B 組と C 組の分位範囲を比べると B 組の方が大きい。ああ、そうね。分位範囲やってなかったね。分位範囲は何かっていうと、まあ、分位の範囲です。分位数のね。つまり、範囲ここです。 箱のこのの大きさのとこ,ろこ,こがえっ、ー、とちょっと書こうかえし、ー、あ <laughs> 書き順間違ったけど許してはい渋い範囲ここですじゃあ B 組と C 組で、ね、も、まあ、箱の大きさ見りゃいいからさ、まあ、C の方がどう見ても大きいよね大きいから B 組の方が大きいっていのは間違っておるつまり一番はいいね絶対間違ってるのが分かるからね で、えっと、2番です。B 組と C 組の中央値、同じである。中央値さっきありました。第二四分位数です。箱で言うと、真ん中の真ん中だから中に入っている線です。見ると、同じ5のとこに入っているので、これは正しいと言えますね。絶対正しい。読み取れるからね。で、3、4ですね。で、これ、先にち4から行かせて。4。B 組と C 組の平均値は同じであると。で、これ先に書きます。これ、うです。 このね、箱ヒエズの問題、平均値結構出されがちで、平均わかんないんですよ。わかんない。平均っていうのはさっき1番で求めたように、全部、20人のデータがちゃんと分かってないと求まんないんだよね。でもこれって、どの辺に何人いるかわかんないんですよ。だってさ、ここが3って言ってたら、これは、ここの真ん中3なのよ。でも、その周りが、いくつかはわかんないんだよ。 この3って分かってるから、こっちの人数が3よりちっちゃいとか分かるよ、もちろん。分かるけど、ちゃんと、だって0 0ゼロゼロあ、ロ00003 00かもしんないんだもん。でも、1113かもしんない。分かんない。だから、うになります。でも、なんで、じゃあ違うと言えないかっていうと、平均が同じになる可能性があるからです。こういう選択肢は、絶対っていう言葉をつけると分かりやすくて、絶対正しいですか絶対正しくないと言いますかっていう。 それをちゃんと言えなきゃいけない。なるかもしれないっていう状況は分からないと同じです。平均はもう分からないです。基本的にね。箱げ図は。これデータがあればいいんだけど。で、最後、3番です。B 食いも C 食いも3冊以下の生徒が5人以上いる。3冊以下の人です。で、これまた答えから先書いておくと、これ A です。はい、正しいんですね。正しい。で、どう考えるかっていうと、まあ、ポイントやっぱここです。 第一四分位数。今、えっ、ー、と、どっちから行こうかなこっちから行こうか。C 組から行きます。C 組、3です。い、3。で、同じく20人います。からこれと同じ状況。い,い第一四分位数が3なのよね。で、3って分かってるってことはさ、まだここに、あと5人いるんですよ。5人。ね。で、今、3冊以下の生徒が5人以上いるでしょう。この子さ、ここね、5番目の子。 4ってなっちゃダメでない。だってここに4が来たら絶対これ3ならないし、そもそも。だから、この5人は絶対3冊より少ないはずなのよ。もしかしたら全員3とかもあるけど、3冊以下だからね。ってなる。だから、絶対この5人が3冊以下になってることが確証。ね、5人いるっていうのは分かってるので、まず C 組 OK なのよ。じゃあ、B 組どうかっていうと、B 組第1分位数3.5なのね。ここ3.5。もう同じよ。 3.5だから、ここ4なれないし、ここが4だったら超えちゃうから、なるわけないので、つまり、5人は絶対3冊より少ない数になってる。確定してるのよね。ここが分かることによって。だから、B 組も C 組も3冊以下の人間が5人以上絶対いるのが決定してる。絶対正しいと。言えるから、3番の答えは、これで、あにやると。いいかな。ごめん、結構隙間空いちゃったね。絶対かけたわ。 まこんな感じで、ぜひね、やっていってください。で、まあこれからね、どれだけ取れるかちょっとわかんないんですけど、しかもあと、このね、問題用紙に、こうね、最初にこれ手書きで書いてるんですけど、これ、手書きで書いたんだけど、これに書ける問題じゃないと使えないから、そこもまあ難しいとこではあるんですが、まあこれから箱ヒーズね、受験出てくるだろうし、狙われるだろうから、ぜひみんながね、そこの問題を苦戦せずに、まぁ、書くもとかやるときも、すんなりね、解けるように、 助けになれる動画ね、撮っていきますので、ぜひね、次回の方もぜひ、ぜひ見てみてください。それじゃあ、今回は箱引けずの第1回やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。またね、バイバイ。